皆さんこんにちは、三河です。パースを書いてみよう19回目。今回は着彩についてお話しします。学生さんの作品をちょっと貼りました。で、着彩ですね、このようにアルコールマーカーを使うとうまくいきます。で、色鉛筆だと、色の色がちょっと弱いですよね。で、水彩色鉛筆使うとちょっとベロベロになっ、紙がグネグネになっちゃう。まあ水彩絵の具もそうですね。水張りしないとダメなんですよね。それであのアルコールマーカーは、こういったアルコールマーカーは、すぐ乾くし、発色もいいので、これをおすすめします。で、どうしても限定で自分のコピック、まあコピックですけどね、製品名。コピックが欲しい場合、このナンバーをおすすめします。茶色が E31、で、緑色が YG11、まあこの色ですね。で、灰色が C-2 ですね。まあ灰色は何に使うかっていうと、建物、家具の立体感をつけたりするのに使いますね。まあこれちょっと違う色でつけてますけども。家具の立体感は灰色でつきます。で、茶色はフローリングですね。で、フローリング塗るときにこのようにですね、少しあの光の感じを出すといいかなと思います。完全にベタ塗りするとですね、まああんまり綺麗じゃないので、少し光の感じをこう出すと、でこうこっち側を使いながらですね、このこっち側を使いながら硬い方ではなくて、この柔らかい方ですね。こうスッスッと抜くように描いていくと。グラデーションつけて、こうフェードアウトさせるような感じで白を残します。このやり方がいいかなと思います。で、全体として、まあ基本は壁と天井は塗らないと。壁と天井塗らない方が、まあ綺麗ですよね。白くしちゃうと。で、床はフローリングだったらこういう風に塗って、あと幅木。幅木ってこの壁の一番下の部分ですね。幅木を塗ると。で、まあこういった最小限のやつでもそれなりに見れるということですね。これはあの海を描いてますけども、あとグリーンですね。まあ最小限の色でもなんとかなるということですね。これだいぶ塗り込んでますよね。若干画面が暗く、もう根性入れすぎてるんで若干画面が暗い感じはしますけど、あのパースにしては若干暗い。まあでもこれだけやるとまあ絵に近くなってきますね。まあ、これもフローリングは強い色を使ってますけども、若干ここ光の感じを出してるところがうまいところですよね。まあ、ここら辺 の壁の、こういう影はまあなくてもいいかなと思ってますね。それからパースで注意してほしいのはこういうグリーンですね。グリーンはあんまりこう細かい点線を入れると、真っ黒になって逆に目立っちゃいますよね。よくあのCADの、パースでもこういうところだけ目立ってるやつありますけども、まあ、ここはなるべく輪郭線を少なめにして、で、このコピックを使ってさっさっとやるぐらいにしとくといいと思いますね。欲しいですかね。まあこういったやり方。あと、モノトーンだけで描いちゃう場合もあります。まあこういった色を使う場合、の他にですね、モノトーンですね。こういったモノトーンでやると、そうするとちょっとセピア、これはちょっとセピア調ですけども、まあこれをグレー、さっきの C2 のグレーでやってもいいですよね。そうするとまあこういう感じよく作れます。で、ちょっと色の検討する時間がないって場合、これでパパッとやっちゃう。で、パースにするってことも可能ですね。あとモノトーンではこういうやつがありますね。これもなかなかうまいですよね。で、光の感じでここに影を少し入れて、で、この布団の柔らかさも出してますよね。なかなかうまいかなと思います。で、全部ベタって塗らずに、ここの影の部分だけちょっと濃いめにフローリングを塗ってると。ところもうまいところ。まあ、こういった作品もあります。これもモノトーンに近い感じですよね。
このモノトーンに近い、まあこの家具をすごいしっかり描いてるんで、なかなかいい作品だと思います。こういう椅子は結構手抜きしちゃうんですけども、これしっかり描いてます。あのグリーンもかなりしっかり描いてるんで、なかなかいい作品ですよね。これも色をこう光の感じをこう出してますよね。でこっち側に椅子もこっち側にこう影を使って向こうから光が出てる感じを出すということです。で全体としてモノトーンで仕上げてますよね。はい、今日は以上ですね。で最小限この3本を持つとなんとかになるということです。で徐々に自分の好きな色を増やしていくといいかなと思います。今日は以上です。ありがとうございます。